東京タワーから見る東京プリンスホテル東京プリンスホテルは東京都港区芝公園にあるホテルである。経営は西部ホールディングス傘下の株式会社プリンスホテルで西部グループに属する。旧優勝院、霊病に天文1964年10月10日に開催される東京オリンピックに合わせて徳川家霊病後に同年9月1日に開業。 同時に開業した地下のショッピングアーケード PISA は海外の一流品を集めた高級セレクトショップンブティックとして当時銀座の山本山と並んで人気を博した。東京都内にはすでに高輪プリンスホテルや赤坂プリンスホテル等が営業しており開業前は芝公園に位置することから芝プリンスホテルの名称も考えられていたが社内では 芝ではインパクトが足りないとの意見が出ており、東京オリンピック直前の開業だったこともあり、当ホテルが東京を名乗ることになった。ブランド再編以前はすべてのプリンスホテルの中でも序列一位であった。ザ・プリンスパークタワー東京が隣接して開業してからは上級ビジネスホテルとしての位置づけだが、現在でもプリンスホテルブランドの中では筆頭格である、 品川プリンスホテルより先行して、序列1位である。また、12月のディナーショーの会場としても有名である。1980年11月19日、三浦智和と山口桃江、正規の結婚披露宴開催グランドプリンスホテル、高輪同様、2016年4月より1年間、改装のために休業し、2017年4月1日にリニューアルオープンした。 増上寺や芝公園、東京タワーに隣接し、入り口前には、旧優勝院、霊廟に天文がある。また、7 0 0駅から徒歩でのアクセスが可能な、利便性の高さが特徴である。2005年には、丹下のり高設計のザ・プリンスパークタワー東京が、増上寺と芝公園に隣接する、芝ゴルフ場跡地に完成したが、その後も、この新たなホテルと東京プリンスホテルとは、 それぞれ別のホテルとして運営されている。7006駅からの徒歩でのアクセスが可能である。ありがとうございます。